はい、じゃあ今度は世界史の授業をやっていくよ。まあでも世界史って言ってもね、範囲が広いから、今回はヨーロッパ史を中心にやっていきましょう。具体的にはイギリス、フランス、ルネサンス、そして大航海時代をやっていくよ。どれも重要な出来事ばっかりだからね、一つ一つ頑張って勉強していこうね。それではまずは文明、文化、帝国から覚えていきましょう。準備はいいかな？じゃあ行くよ。エジプト、インダス、コーガ、メソポタミア、四大文明は大きな川のふもとに栄えたんだ。まさにビックリバー。ギリシア、ヘレニズム、ローマ、イスラム。マラソンの起源はギリシア時代、マラソンからアテネまでの距離だよ。フランク、ビザンツ、アステカ、インカ、ラララララララ、オスマン帝国。はい、それではまずはイギリスの歴史からやっていきましょう。準備はいいかな？じゃあいくよ。イギリス祖国のジェームス1世、議会弾圧し絶対音声、hey! 毎日が大騒ぎ、ゲームダンス、oh yeah! そんな中ヒーロー世に出てきたクロムエル、聖教と革命、市民の意思を掲げ、悪霊立ち向かう革命。聖教徒革命は別名ピューリタン革命と言います。絶対王政にはノーリターンだよ。王政復興のチャールズ2世、議会気遣いハードな人生、広場は無血名誉革命、翌年宣言権利の焦点、イーナム級で働けよワット、ちゃんと蒸気機関改良、発明奮闘、技術向上、イギリス総国世界の工場。エジプト、インダス、コーガ、メソポタミア、エジプトの砂漠化はピラミッド建設が原因、みんな知ってたかな。ギリシア、ヘレニズム、ローマ、イスラム。ヘレニズム文化の代表作はミロのヴィーナス、一度は見てミロ。フランク、ビザンツ、アステカ、インカ、ラララララララ、オスマン帝国。じゃあ次はフランスの歴史に入っていくよ。イギリスの歴史と似てる部分もあるから、そこら辺に注意してやっていきましょう。いくよ。フランスも絶対王政時代、ルイ16世贅沢三昧、そんな政治は反対、市民の怒り止まんない、新たな社会へ期待高まり、啓蒙思想広まり、一人間として手に入れよう、一人一人にあるはずの人権。代表的な啓蒙思想家はロック、ルソー、モンテスキュー、ロックルモンって覚えるといいかもよ。いいな、野球、フランス、レボリューション、バスティーユ、牢獄を襲撃しよう、革命記念日、食い残さないように、人権手に入れたないよ、この世に、嫌な国、バイバイ、人権制限、責任取り、ルイ16世処刑、王妃のマリー・アントワネまで逃げることはできないとはね。エジプト、インダス、コーガ、メソポタミア、エジプト文明の象形文字、今で言う絵文字です。違うか。ギリシア、ヘレニズム、ローマ、イスラム、みんなの使う円周率はアルキメデスが発見、アルキメデス驚きです。フランク、ビザンツ、アステカ、インカ、ラララララララ、オスマン帝国。それじゃあ最後はルネサンスと大航海時代をまとめてやっていくよ。準備はいいかな？じゃあいくよ。ダンテの新曲、フィレンツェ生まれ、文芸復興の先駆けになれ、シェイクスピアが送るストーリー、ハムレ、歴史的悲劇、ロミオ&ジュリエ、モナリザの A、ダヴィンチーズウェイ、美少ビジョンの自称美女、天道、津田地道、設営とガリレオ、ガリレイ、照明剣と。ルネサンス期には世界は平らだと思われていたんだ。アンビリーバボー。はい、それじゃあ最後は大航海時代をやるよ。いくよ。コロンブスのサンタマリア号、海駆け巡るロングタイマ号、意欲はあったバスコダガマだが、インド到着はたまたま、マゼラン一行行くよ世界一周して、気づくでかい地球、一号予告ザビエルさん、日本登場キリスト教絶賛。エジプト、インダス、コーガ、メソポタミア、ウルード氏の採用も実はメソポタミア期、ちょっと得するフェブラリー、ギリシア、ヘレニズム、ローマ、イスラム、ヒッポクラテスは医学の父、ホスピタルの語源になってます。フランク、ビザンツ、アステカ、インカ、ラララララララ、オスマン帝国。はい、これで
世界史の授業は終わりだよ。もうみんなヨーロッパの歴史は完璧だよね。でも文明文化帝国は重要だから、ちゃんと復習忘れないようにね。